なに。とっさのリカバリーやって俺がやってていい。いや、この状態からワックスいけんの？長いね、下り方長いね、哲也。なんなの？なんなのってなんなの？見え始めた。哲也、普通になってきてるわ。普通にしてどうすんだよ。YouTuber 的なリカバリーをしろって言った。YouTuber 的なリカバリー。一番覚えてるのは高尾さんなのね。え？確かなんかずっとなんか善やんみたいな。ほら、ゼイアンヘアじゃん。ゼイアン系かピスタチオリスペクトだよ。まあ、このクレームあったかなかったかクイズ、もう一回テンション上げて言いますと、聞いたことない。このクレームあったなかったクイズ。この2回とは何も変わらないけど。変わんないんですよ。ゴーちゃんだ。はい、今ね、あの海沿いを散歩してたんですけど、ここなんかビーチバレーの大会をやってるらしくて、めっちゃ賑わってますね。だからちょっと参加できるラフなやつなのかなと思ってね、聞いてみたんだ。オランダシャツ。これはどういうパターンでもいけそうな気がしますね。まあ大抵こうですよね。そしたらこう持ってあげる、で、くぐってこの振りだ。これはできそうな気がします。これこれかっこいい、ちょっと必殺技感あるね。持ってあげると、はい、それではお答えください。3分の1が3分の1が旬です。え、いや待って、怖ー、何それ。これちょっとやられてるわ。やられた。危な、危な、こいつ危ないなー。でもさすがになのか。ヒラメのイメージ、ヒラメって食わんよな。いや、ここでキス来たらマジで逃げるな。それでは、今が旬なお魚の名前を叫んでください。せーの、ヒラメ。嘘だろ。え、これはヒラメなんじゃない。いや、カレーが冬なら俺分かるんだよね。え、そうなの。カレー冬だけどヒラメ来たかなと思ってて、俺は美味しい料理屋さんで、うん、地元の食材とか結構旬なもの出してくるので、うん、ヒラメ出てきた。ヒラメのカルパッチョ出てきた。聞いたじゃない。さそえ。おかしいだろ。頼む、マジで見せ。今が旬な魚はヒラメ。イエーイ、ありがとうございます。美味しかったです。一人負けはまずいよ。サコエ。サコエ、おかしいな。こちら、いただきます。あー、マジかよ。一人負けはまずい。マジ引いたわ、昨日。この後、マンポケは確認してんの。してない。いや、言ったよ。サコエだ。サコエって言ったより。じゃあ頭5対5をセンター分けに変えて、うん、黒髪をなくしてピアスと喉の目を指摘したってことですね、うん、直前眉毛は大丈夫。直前で直前眉毛調子いいよ。なんで直前眉毛でこんな再現されるんだろう。先生、キモいならどうするのって、そこまで分かんないとね、この先の時代に行きませんよ。第3の目があるなら大体ここなんだから。ここは、ね、ここってない。これ絶対悪者だもん。きた。あ、うーなんで金髪になっちゃった。なんでそのリーゼントになっちゃうんだろう。あ、でもイケメンバカ外国人。いや、普通に抱かれて。本当に今負けとくべきなんじゃないかってマジで思い始めていいから。結構そうだよね。じゃあ一戦のみで負けてもいいかなって人一回落としてみようかね。いや、本当にそうした方がいい。マジで、そうそうそう、絶対そう。いい、うん、せーの、おい、おい、やれよ。本当に何それ。なんで磨いてないって。いやいや、それがダメなの。それは言ってんのよ。行ってきます。最高ですね。こっちにね、準備してるわ。始まった。でも忘れてたわ。行ってきます。行ってらっしゃい。もう心臓バックバクですもん。そんなになった。どうやったらね、動画の手に乗れるかっていう動画を撮るぐらいなのに。一旦目隠しのみたいな。そうですね。うわぁ、もうダメだ。もうダメだ。このマウントシステムできるなんて俺のプレイなんだって。あれだって急にできるようになった。これ OK なんて。
ください。もう喋られたから。お願いだから喋って。もうすぐで1番目とか言わないで。ダメね。1回目の残り一番大事でじゃん、喋れなかった。全然喋れなかった、マジで。涙の時だけの角度。めっちゃ泣いてるやん。目隠し持ってたやん。いやもう全然ダメだったね。見える方怖い。うん、もうこれ隠るよ。顔やめろ。おお、これはもうエグいんですよね。この1回でも唇の周り乾燥しちゃった。あ、そうなんだ。顔やばいって。泣いてるやん顔。そんなことある顔。変えた？取り替えたやん、取り替えてるやん。なんか言って終わったんだから。顔変わってるやん。ここ詰まっちゃってる。ちょっとしたやけくそ状態になった僕は、うん、この前マックの CM 見たキムタクムチをやりたくてやってみたんですが、頼んだバーガーロッテリアでした。絶品チーズバーガー最高。はい、この時点でマックとロッテリアどっちも狙ってます。どっちも返せなくなってる。どっちも悩んちゃってます。どっちもダメなんだって。まずハッシュタグバーバリアン1号。なんで？バーバリアン、あ、バーバリアン1号からを狙ってるってこと。遊戯王さんからとか。で、ロッテリアン2号、モンゴリアン3号、炊き込みご飯4号。なこれ。なんこれ。もらう気ねえやん。この3人のうち、誰かお人方が芝生さんと入れ替わっております。はい、まあ、一見イージーだとは思われるかもしれませんが、はい、なんで急に真剣にアフリカゾウを飼うって時に何て名前つけますか。ああ、そう、動物の名付けってことね。真剣にね。真剣にアフリカゾウ。はい、まあ、自分のペットにねヘンテコな名前つけるのなかなか鬼畜ですからね。お手伝いさんもね、猫の名前ある？本当本名あるんでしたっけ。アルヒロス・アイルーロスでギリシャ語で銀色の猫みたいな。やっぱり真剣に考えたわけですよ。だいぶ考えますね。じゃあ真剣バージョンでっていうことでね、はいはい、じゃあ聞いてみてください、はい、では一番さんお願いします。キヨキチペット名前っぽいですね。まあ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 、二番さんお願いします。ドロブランコ。ほう、トゥードロブランコトゥー。じゃあ三番さんお願いします。そんなのはタモスだよ。タモスそんなのは何？ペット名前なんてのはタモスじゃんって言ってね。はい、質問終了です。タモスって何？リュージョン見せます。この日本の柿の種みんな好きね。ここに手を入れて一粒もつけずに抜きます。え、お、行くよ行くよ。めちゃめちゃなんか薄いっすよね。 3 2 1 はっきょーい、あ、おった。あれ、終了。疲れてます。